背番号は、まあ、やっぱ素晴らしい番号なので、まあ、でもスタート位置はみんな一緒だと思うので、まあ、そこにしっかりと自分も周りに合わせずにやっていきたいなと思ってます。いやまあそこはあんまり考えてないというか、まあ、でも重みはありますね。やっぱそういう風な背番号なので、まあ、見られてるっていうのはすごく感じます。そうですね、人も増えますし、まあ、でもやる気になるので、そこはまあ自分にとってはプラスなのですごくいいと思います。まあ、まずはその自分の1年間投げれるような力をつけるっていうのは大事だと思うんで、まあ、そういうところをしっかりと意識してやっていきたいと思うんで、まあ、キャンプはまあ体力だったり精神的にも強くしていきたいなと思います。まあ、まずは元気ですね。はい、元気を出して、コーチや監督にアピールして、風間お前行けって言われるように頑張ります。いやオールがありましたね、やっぱ。はい、自分緊張しがちなので、まあ、そこはしっかりと緊張しないで、話しかけたいなと思ってます。新人ですが、まあ、しっかりと自分らしく、練習などしていくので応援よろしくお願いします。もう柳田さんだったり松田さんだったり、すごいテレビで見てるような選手と一緒に、アップとかできたので、すごい楽しみながらできました。はい、緊張してできなかったんですけど、でもアップ中に自分で最後とか声出して盛り上げて頑張りました。はい、ソフトバンクって言ったらもう日本一の球団だと思うので、自覚と責任はしっかり持って、恥じないような行動をしていかないといけないなって思うので、しっかりそういう部分をやっていきたいなと思います。はい、初日は軽いって聞いてたんですけど、ちょっと最後の腹筋が本当に人生で一番きつくて死にそうでした。北海道にいる間はちょっと雪が降っていて、ボールが投げれなかったので、しっかりボールを投げれるような体作りと、まあ、最後まで怪我せずに覚えられたらいいなと思ってます。はい、外でまず野球ができているのが本当感動的なので、とてもありがたいなと思いながら野球やってます。新人なので、若々しさを前面に出して、元気よくやってきたと思ってます。はい、小さい頃から本当試合に出てたのをよく見てたんで、まあ、遠い存在だと思ってたんですけど、今その近くにいることが本当に、まあ、驚きで、まあ、本当にすごい選手と今一緒に練習できていることを感謝しています。バテて声出てなかったんで、そんな時に声かけてもらったんで、まあ、その頑張ろうっていうふうに思いました。ベースランニングが始まって、まあ、その脚力はやっぱりアピールできたかなと思ってます。自分の中ではまだまだだと思ってるんで、まあ、指導を受けながらしっかりもっと上手くなっていきたいなと思ってます。まずは本当に体が弱いと思うんで、しっかりこのキャンプはしっかり自分の体を強くしていきたいなと思います。自分のアピールポイントの脚力で、まあ、まずは試合が登録されるように頑張りたいなと思います。松田さんのように元気を出して頑張るんで応援よろしくお願いします。はい、こっから行けよ、ほら、こっから。
ラストあら絶対待ってやるなんだっておかしいわっおはようございます。リチャードです。よろしくお願いします。おはようございます。ありがとうございます。すみません。なんか他のすごい選手いっぱいいるんで、こちらの方に行ってもらって大丈夫ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。